皆さんこんにちは。こんにちは。ブラッドキューブ TV です。このチャンネルでは現役のウェブマーケターである私たちが最新のマーケティング情報についてお届けするチャンネルとなっております。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をしてください。お願いします。では本日のテーマ早速いきたいと思います。はい、一流ウェブマーケターになるために必要な考え方 3C 分析編となっております。この動画ではですね、自社で広告を運用しているけど戦略で苦戦している方やウェブ広告を出したことがなくてまだ訴求軸とかや配信のターゲットですねが決まっていない方、あとは一流ウェブマーケターを目指している方におすすめの動画となっております。また実際私たちがお客様から広告の配信をですねご依頼いただいた時にどのようなことを意識して作成しているのかもご共有させていただければなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではまず今回の流れとしましては前半で 3C 分析についての概要の共有と 3C 分析 3C を構成している要素について説明させていただきます。TikTok 平日毎日更新中、 QR コードや概要欄からぜひご覧ください。まずはじめがですね、 3C 分析とはというところで、こちらがまず3つの C というところ、市場顧客カスタマーの部分ですね、そして自社カンパニーの部分です。で最後が、コンペティター競合の部分ですね。その3つの C の頭文字を取ったもので、マーケティングの環境を分析するためのフレームワークの1つです。あくまでこれは1つなので、他にも複数あるので、それは後ほど、次回の動画などで、発信させていただければと思います。実際にこの 3C 分析って使われたこととかってありますか？はい、結構実際に使ってますね。その業界の理解をしたりっていうのは、はい、まず初歩的な部分ではありつつもかなり重要度の高い部分なので、実際にやっていかなければいけない部分ではありますね。ですよね。ありがとうございます。他になんか分析の方法、先ほどなんかフレームワークの一つって言ったところあったと思うんですけど、他に何かなんか知っている分析方法とかって例えばあったりしますか？そうですね、今回の動画では説明は、しない形にはなるんですが、スロット分析や、ファイブフォース分析と、もう結構僕だけでも、3つぐらいは知っている状態にはなるんですが、もっともっといっぱいあるので、そちらも、今後の動画でもご説明できる形になるかなとは思います。そうですね、ありがとうございます。はい、それではですね、早速2つ目の市場顧客、カスタマーの部分について説明させていただきます。まず初めにですね、市場や顧客のことを理解していないとどういうことが起きるかというと、まずそもそも売り上げが立たなくなる。要はその顧客の考え方や行動を理解していないということは戦略を練ることがまずできなくなってしまうんですね。なので売上が立たないと。そしてですね、まずこの市場の分析というところでは、市場の規模や市場の成長率、トレンドについて理解しなきゃいけないです。そして顧客分析については、購買の要因、潜在層のニーズ、アンケート調査、ちょっとトレンドと被ってしまう部分ではあるんですが、そこの理解がかなり重要になってきます。まず具体的に言うとですね、市場の規模、市場が大体いくらぐらいなのか、それも近年の部分であったり過去からどれぐらい伸びているのかなどの分析もかなり重要です。そして市場の成長率、トレンドの部分に関わってくるんですが、現在店舗数、店舗を構えている業態なら店舗数が多くなっているのか、それとも減少しているのかで、ピンポイントでトレンドの部分なんですが、例えばセルフサービス型の店舗が増えている、最近、某マクドナルドとかあると店舗で並んで注文する前に先に注文しておいて店舗に着いた時にもらえたりするっていうものが増えてきてますっていうふうに、その業界でどんなものが流行り始めているのかっていうのも理解がかなり必要になってきます。であと顧客の部分になってくるんですが、顧客がどういった状況でそのものが欲しくなるかっていう部分かなり重要かなと思います。例えばそのコーヒーを飲むであっても、自宅以外で飲みたい、ちゃんとしっかりとした美味しいものを飲みたい、ただかつ高く払うのはできれば安く払いたいっていう部分があったりもするので、そこのニーズをまず抑えることができるのか、そしてこれまでの喫茶店などではくつろげないという方がいらっしゃったりとかもあったので、くつろげる環境を作れるのかっていう部分がありますね。ありがとうございます。やはり市場の顧客のニーズであったり市場がどう動いているのかっていうところが分からない状況で
がむしゃらに進めてしまうと違う方向に着地してしまったり、それこそ売り上げが上がらないで、そのまま悪い方向に行ってしまうということになってしまうので、まずはここはしっかり基礎として固めたいところではありますね。そうですね。次は競合の部分、コンペティターになりますね。こちらに関しましては先ほどの内容ともちょっとかぶってしまうところもあるかなとは思うんですが、まあ、競合ですね、市場でどのような変化を行っているのか、どのように施策を練っているのかといったところを知ることが大きな目的となっております。こちらでまず結果として競合企業の売上や利益率ですね、どういったふうに売上で動いていっているのかというところを、まあ、確認するであったり、市場でのシェアですね、どれくらいの市場規模なのかとか、あとは顧客数がどれくらいのお客様を獲得しているのかなども、企業の競合様の分析としては必要になってくる要素となっております。で次に要因の部分ですね、まあ、販売ルートが、まあ、強みになっていてその結果を得ていたのか、あとは営業形態、まあ、待機性ですね、そこが、まあ、良くて結果に結びついたのか、あとは、まあ、新製品の開発であったり、まあ、顧客のサポートといったところで、まあ、どういうふうに成果につながっていたのかっていうのを分析する必要がございます。まあ、こちらまた内容はちょっとかぶってしまうところではあるんですけど、まあ、市場の流れにですね、どのように対応していったのか、競合がどういうふうに進めていたのかっていうのを分析するフェーズとなっております。では本日の動画は以上となっております。この動画がいいな、役に立ったなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ウェビナーやブログ、SNS も更新しておりますので、そちらのチェックもぜひお願いいたします。お願いします。本日もご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。それでは次回の動画でもお会いしましょう。さよなら。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。グラッドキューブでは毎月5社限定で無料のアカウント診断を行っています。経験豊富なスタッフがアカウントの改善ポイントをお伝えいたします。毎月すぐ席が埋まってしまいますので、ご興味がある方お早めにご連絡ください。その他、ウェブ広告についてのご相談や料金等についてのお問い合わせは、お電話もしくはウェブサイトから受け付けております。詳しくは概要欄に記載しておりますので、ご確認くださいませ。チャンネル登録がまだの方は、ぜひこちらから登録お願いいたします。